はい、KJ です。ノーガードです。はい、はい、今回ですね、うん、この度 KJ 広島は一日密着取材を受けました、うん、うわあ、なに全国ネットテレビでしょ。全国どころでも世界です。世界ネットです、うん、世界に中継テレビ番組。そうそう、テレビではないですね。テレビではない。はい、うん、何を受けた？ YouTube で、うん、YouTube、ある YouTuber が僕の一日密着取材をやってくれて、うん、それキックボクサーとして？あ、そうです、うん、キックボクサーの一日を取材していただいて、うん、こう出してくれるみたいですね。あ、その方の YouTube の動画としてね、はいはい。あ、じゃあまあこの動画のリンクにね、ああ、ぜひ、はい、お願いします。そこから飛んでみてください、うん。まあ僕もね、今ちょっとちょろっと見させてもらったけど、かっこいい感じのね、なんかテレビ的なね、なんか編集のね、仕上がりでしたね。そうそう、なんかね、なんか情熱大陸的な、うん、そんな感じでやってくれてます、うんうん、はい。これ何、そもそもどういう密着なんですか？もうキックボクサーの一日を見てみようみたいな感じ。なんかこの人、こういろんな人と出会って、うん、なんか面白いことをやってる人の一日をこう密着しようっていうことで、でそれで僕連絡いただいて、うんうんうん、まあ要はプロキックボクサーとしてっていうことですよね。そう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 。ああ、なるほど。はい。うんうんうん。面白いのそれ。面白いっす。面白い。面白い。うん、面白いです。面白いのって。今ちょろっと見せてもらったら、昔の写真とかね、動画とかね、そうそうそう、なんか経歴みたいなのも出して、うんうんうん、そもそも KJ 君がプロキックボクサーになったのがね、2014年。あ、そうそうそう、うん、なんで俺知ってると思う？子供が生まれた。いや、これね、リアルタイムなんだけど、はい、今朝、はい、ジム行ったんですよ、僕。おう、ほう。自分のジムね、自分のジムっていうのは KJ が前にいたジム、はいはいはい。KJ と僕が6年ぐらい一緒にいたジムで、もう6年なんですね。もう6年、まあ今はちょっと移籍しちゃったけど、はいはい、そこのジムでチャンピオンベルトをちょっとこう、あら、やってたんですよ。綺麗にしてたのね、拭、はい、いてたの、飾るっつって、はいはい、この会員さんたちが取ったチャンピオンベルト、はいはい、そこに2014年の65キロ級のアマチュアのベルトがあったの、はいはい、アマチュアのベルトがあって、はいはい、あ、これ KJ のじゃんって俺が言って、はいはい、あ、これほら、事務員さんっていうか、あら、はい、こう掃除してたのは、はい、ジムの女の女性の方だったから、知らないじゃん、誰がどの、誰のベルトだっていうのは、はいはい、僕はもう長老みたいにずっといるので、長老。もう、あ、これ KJ のだよ、つって、はい。KJ のだから、じゃあこれ、今夜、KJ に会うから、KJ 持ってくよ、つって。はい、これ持ってきたんですよ。あ、持ってきたんですか？持ってきた。あ、すいません。だけど家に忘れてきた。持ってきてないじゃないですか。持ってきてない。中から僕が預かったんだけど、家に忘れてきたっていう。なるほど。懐かしいなと思って。忘れてた、うん。で、今ほらもう、あれからね、6年、7年か。2014年プロになってから、KJ がプロになってから7年経ってるから、誰も、その歴史みたいなのを会員さんは誰も知らないんだけど、はい、実はね、はい、KJ がプロに昇格したアマチュアトーナメント、65キロのアマチュアトーナメントっていうのがあって、そうそうそう、あれ俺も出てたんで、そう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 。僕もね、出てたんですよ、実はね。はい、っていう話で。そうなんですよね。あれ懐かしいね。懐かしいな。懐かしかったな。キック始めたのは2013年なので、うん、7年目。うん。はぁ、懐かしい。あれから、あそこから始まったね。そうですね、うん。よく続いてますね。ねえ、意外と好きだったんだね。2、3戦やって、もう引退しようかなって考えてたんですよ、うん。そんなに本気で打ち込むものでもないと思って。うん。ハマったんだね。やってたら、うん、そうですね。はい。うん。KJ も、小野寺さんが。そうそうそう。ノーガード小野寺さんが。そうそう。もちろん、その密着取材で行ったよね。ちゃんとね。行ってないっすね。ノーガード小野寺っていうワード出したよね、ちゃんとね。いや、行ってない。行ってないの？行ってない。ちょっと!KJ って何とも言われなかった。言われなかった。言われればね。言われれば言うんですけどね。確かに、ね。密着自分から言うっていうのもなんかね。そう。なんか違うなと思って。はい。懐かしい。
アマチュアトーナメント、うん、懐かしいね。あそこからまあ始まって、まあ、現在のねこの1日プロキックボクサーの、ね、1日密着してもらったってことで、はい、まあ、ぜひねあの 見てもらってね、どういう生活してるのかっていう、どういう練習してるのか、どういう仕事してるのかっていう、うん、1日あの前編後編で分かれてるので、うんうんうんいやもう本当格闘技好きの人は、うん、楽しめるんじゃないですか、うん、まあ、僕の、うん、まあ、はい、見てみてください。何で僕の一日を見てください。うん、うん、ねえ、ぜひね、はいはいはい、見てください、はい、うん、結構あれですよ、なんかミッドウチの動画とかも載ってるので、うんうん、まあ、そんなに上手ではないですけど、いやいやいや、うん、そうそうそう、 KJ パンチね、 KJ パンチ、 KJ パンチ、 KJ パンチしかないです。うん、だからこの次の試合が5月30日なんですけど、うん、それまでに前編後編が出るので、うんうんうん、ぜひそれを見て、うん、ボム見に来ていただければ。そうですね、はい、うん、はい、こんな感じですか。こんな感じですっていう、はい、話でした、はいはい、あ、前編が25日にアップされます、うん、来週火曜日、うん、で後編が28日金曜日にアップされるので、はい、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。こんな感じで終わります。ありがとうございました。